はい、じゃあよろしくお願いします。今回から新しくスタートします中学生向けの古文シリーズですねの第1回歴史的仮名遣い丸1をお送りします。まあ見てわかるようにね、今回歴史的仮名遣いから始まるんですが、11問直す問題が今ね出てますので、まずねできそうな子はぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、いや、ちょっときついなど、まあ、古文苦手な子とかもいると思いますので、という方は、今からね、自分の方が説明しながらね、解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、1番の方から、まずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、お待たせしました。ちょっと遅くなっちゃいましたけど、古文ね、やっていきます。で、歴史的仮名遣いから行くんですが、これ、丸1っていうタイトルがついてるので、もう一本あります。丸2まで。で、まあ、1、2、3、で、4。まあ、5まで行くかちょっとわかんないんですけど、こう、特に特徴的なグループに分かれて、歴史的仮名遣いの直し方をまずやっていきますんで、覚えてみてください。では、まず一つ目ですね。字、図、無と書いてあります。この3つの言葉が直ります。なんと変わります。歴史的仮名遣いの時に。でも、ここは覚えやすくって、字と図っていうのは、字って発音するひらがなって2個あるじゃないですか。それが、地に点々と、もう1個、死に点々ですよね。だから、これに直る。で、図も同じです。つに点々と、すに点々が同じなので、これに直ります。で、たまにですね、これ、どっちがどっちが分からなくなるみたいな、ね、いう子もいるんですけど、覚え方としては、他行。立ちつてとの他行から作業、さしすせそのね、しすの作業の方に変わると。つまり、他からさです。あいうえの順番で言ったら戻るんです。他行から作業の方に。で、覚えてください。これ、ちいつね。で、最後、無です。無はね、もう、むんって覚えてください。無が、んに変わります。にね。この三つ。まず、覚えましょう。で、それを、使ってね、直す問題。まず、何時ですね。で、さっき言ったように、地が、地のね、点々が死の点々に変わるだけなので、もうこれだけで丸になります。よろず、つに点々ところが直るだけなので、よろずです。こんな感じね。で、もうサムですね。で、無がんに変わるので、もうさ、んと。で、ラストなんですけど、これ4番、虫。ね、まあ、虫か、ごめん、虫ね。じゃあ、虫ね。で、これですね、治りません。ね、こういう治らねえのかみたいな。問題、こういうのちょこちょこね、入れていくやつなんで、近接ついてきてください、この辺は。で、どういうことかっていうと、まあ、うに変わるから、頭がうになったらおかしいじゃないですか。うんしっていうのは。で、一応書いておきますけど、この、無がうに変わるやつは、ちょっと頭がバツってしていいですか？頭バツ。つまり、言葉の最初に来てる無は変わらないんです。まあ、うに変わったらおかしくなるっていうところからね、ピンときやすいと思うんですけど。いいかな？これもね、ぜひ覚えておいてください。で、あんまりね、こう詰め込んでもしょうがないかなと思うんですけど、後で古文単語もちょっとだけね、全部やんないけど、ちょっとだけ取り上げようと思っていて、せっかくなんで、まあ、よく出てくるやつ覚えてもらえたらと思います。例えば、何時って何かっていうと、これお前です、基本的に。で、古文単語っていうのはいろいろあります、意味が。いっぱいあるんです、ものによっては。だから、絶対これが当てはまるってわけじゃないんですけど、せっかくだったら、覚えてたら楽じゃないですか。その分ね、レベルも上がっていくし、覚える量が増えればね。例えば、何時がお前で、もう一個ぐらい行こうか。よろず、言っとこうか。で、よろずっていうのは、まあ、たくさんとか。ただ、あらゆるものみたいな意味もあるんですけど、で、使ったりします。これがまず、まあ、字、図、文ですね。この変化。字と図は、他行から作業に行ってください。では、次です。ごめん、取るな、ごめんね。で、次が、ハヒフヘ、ハヒフヘホです。ハヒフヘホね。で、これが変わります。で、何に変わるかっていうと、わ、い、う、舌が入ってるのか。あ、ギリだったね。わいうえおに変わるんです。これは閉じちゃっていいか、はかれ。
ハヒフヘホがワイウエオに変わると覚えてください。ただ、ここはすごく大事で、ムンと同じで、これ、全部ね。ここは、ちょ、引いちゃおうか。これも頭ダメです。つまり、最初に来てるハヒフヘホは変わりません。ワイウエオに。これすごく大事。覚えてください。でも、ルールさえ知っておけば、例えば、イフです。イフ。これは、フがウに変わるって、さっき言ったので、イユです。まあ、イユはいいね。意味わかるしね。イユ。で、ツハモノも、ハがワに変わるので、ツワモノです。ツワモノ。で、ニホヒ。これよく出てきますね。ホとヒ、ダブルです。ホが、お、ヒがイです。に変わるから、匂いですね。あぶね。で、香り。これも、ほが、さっき同じだね。おに変わるので、香りになります。まあ、匂いとか香りは、まあ、今でもね、普通に使うので、つわもの、一応言っとこうか。つわものはですね、まあ、つわもの、強いものっていうことで、豪傑、すごい強い兵士みたいな。とで使ったりするし、まあ、兵士って書いておこうか。兵士、まあ、いいか。兵士というか、まあ、戦う人みたいな。の時も強い人ね。めちゃくちゃ強い人とか、あとま、武器とかで使ったりもします。ただま、つわもの、強いもの、強い人みたいな感じで覚えておくといいと思います。これが二つ目ね。ハヒフヘホがワイウエオに変わります。ただ、ハヒフヘホは頭がバツです。ね、頭は変化しないっていう。で、今回の動画のラストですね。まあ、これはね、読み方を覚えるといいんですけど、わ、え、う、ん、お、みたいな感じになってますね。これ、わいうえおって読みます。わいうえお。つまり同じなんです、これと。じゃあ、さっき書いちゃいますね。わは変わらないで一応入れてあります。で、これ、いです。で、うはそのまんま。これ、えです。まあ、ちょっとね、えの下の部分のほんよほんよ似てる感じだね。で、下がね、おがちょっとごめん、入んなかったね。こっち行っていい？このおに変わります。わいうえおね。で、こっちは頭がバツはありません。どこでも変化して OK です。で、例えばこれ。まあ、るにね、るの左側がちょっとまた丸くなっちゃいましたみたいな感じなんですけど、これがいなので、田舎です。田舎ね。で、これは、るに、んがくっついた感じ。まあ、くっついたんだけど、まあ、うみたいに上、最後がぴよって上がるんじゃなくって、まあ、るが来るじゃないですか。で、山が二つできる感じ。ふいんふいんみたいな。こんな感じで書くんですけど、これが、えになります。だから、こう、えだね。こう、え。ごめんよ。で、こっちのおが、わい、普通のあいうえおの方のね、おに変わりますんで、だからお菓子ですね。でも、このお菓子はね、めちゃくちゃ出てきます。これ。で、意味ね、書いておきます。これ、絶対覚えてください、この意味。ちょっとインクがね、出すぎちゃって。濃くなってるけど、趣がある。これ言葉覚えて、趣があるです。で、ざっくり言うと、いい感じです。今で言う。なんかこれって趣があるよねって、これちょっといい感じじゃないみたいな感じで、思っといて。趣があるっていうのは。で、例えば、その模試とかの問題で、お菓子が入ってる、ほにゃららお菓子みたいなところを日本語に訳しなさいって出てくるでしょ。で、いい感じって思っといて、ほにゃららがいい感じって書いたら罰くらいます。ちゃんとそこは趣があるっていう言葉を使わないとまずいので、この言葉、意味は絶対覚える。でも、趣があるだけだと意味なんやねんってなってしまうから、だから、趣があるっていうのは、あ、ちょっといい感じなんだよね、みたいな風に雰囲気を覚えてもらえれば、と思います。といった感じで、まず第1回でこんな感じで、まあ3つグループですね。このジーズーム、ハヒフヘホとワイウエオですね。これをやらせていただきました。で、一応今回こんな風に出題してますけど、例えば、何時ありましたよね。これ、んのとこが無に変わって、なむじになってることもあります。だから、無もんに変えなきゃダメだよ、みたいな。
で、出題のされ方は、その時によって結構変わったりするので、ね、あれ、俺がやってたやつ、ナムジだったのになとかっていうのがあるかもしれないんですけど、一応変化を覚えるっていう意味でね、動画撮らせてもらってますので、そこもね、ご理解いただければと思います。では、今回は、ご視聴いただいてありがとうございました。で、次回第2回ですね。で、ここの変化もすごく大事なんですけど、一番出題されやすいのは次です。4番目。次ね、書く変化のとこなので、それを次回やっていきます。なので、もしよかったらね、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。